同僚の皆さんこんばんは、ショーです、ということで本日は、大変お待たせしました皆さん、月末の月末ではないな、シンデレラフェス、限定アイドルの予想動画でございます。はい、ということで、まあかなりねコメント欄でもいつ出すんだってかなり言われましたが、工場が全部できてから出しますよというふうに公言してたので、まあ工場、先生がね来てこれで全部一応今月の工場は全部できったということで、今回僕が、予想していきたいというふうに思います。で今回なんですけど、まあ、かなり僕長い間今まで以上に考えてきたんで、候補を出しつつその中から選出したのはこの人ですよっていう、その何ですかね、話し方というか動画の流れというかそんな感じでしていきたいというふうに思います。まあでしかもあと注意点なんですけど、これあくまでもシンデレラフェスがまず来ることと、あとシンデレラフェスって新しくフェス限が追加されるということを考えてやっているので、もし追加されなかったらこれはないので全く意味ないんですけど、もうおそらく来るとは思うんですけどね、はい、流れ的に。まあもしかしたらもし、ニュージェネがまたピックアップされて登場っていう感じもあるかもしれないんですけれども、まあ、2回あったら3回目あると思うんですけど、まあ行きましょうか。はい、ということでキュートクールパッションの順に、行っていきたいというふうに思いますと、こちらのページじゃなくて僕のボックスじゃない方がいいかな、ガチャのページ見た方がいいですかね。はい、6時ガチャやってねえや。先生、先生じゃねえや、提供ありやすね、間違えた。ここの工場のページプラス、まあ、僕の脳内にある限定のページがあるんですけど、まあ、その中から、ね、まあ、選出したいなというふうに思います。キュートに関してなんですけど、まあ、ノミネートっていうかその候補が、3人おりますと、まあ、2人はここにいますね。サエハンと、京子ちゃんですね。まあ、このそれ以外の、声ついてる子であれば全員2周目が、もうすでに来ておりますので、まあ多分ないんじゃないかなというふうに思います。2周目、僕は3周目はさすがにないかなと思ってます。まあありえるっちゃありえるんですけど、まださすがに早いんじゃないかなと思ってますね。はい、3周目は。なんで、まあこの2人、プラス、まあウサミンですね。まだ工場来てないんで、ウサミンが。この3人が僕の中でそのキュートでありえるんじゃないかなって子ですね。でその中で僕はこの子だっていうのが、まあ、キュートの中では革新的に言えるのは僕はウサミンだと思います。フェス限定は、まあ、理由としてはですね、京子ちゃんとじゃあなんで、サイハンではないっていう、まあ、サイハンではない理由がもう確定で僕の中にはあって次のキュート枠なんですけれども、ボーカルなんですよね。前回のキュート枠が、サチコで、ダンスでございますと。その前が、うずきで、ビジュアルでございます。ということで、今回、ボーカル、キュートボーカル、のフェスゲンであることが、まあ、多分、ほぼほぼ確定という感じでございましてですね。まあ、サイハン、もともとキュートボーカル、向上なので、まあ、同じことが被ることはないと思うので、まあ、サイハンは、多分、ない。ほぼほぼないと、僕は思っておりますと。で、じゃあ、京子ちゃん。なんで違うのっていうと、まあ、ここで京子ちゃんになってしまう可能性は、まあ、あるっちゃ、あるんですけど、ただ、京子ちゃんになってしまうと、ちょっとピンクチェックスクールのユニットありますよね。で、うずきと、まあ、二人が、ね、ずるくないっていう、なんか、その、ね、言っちゃえば TP は残り二人とも限定じゃないですか。だから、京子ちゃんになっちゃうと、それはそれでずるくないっていう流れになっちゃう。カラーっていうそのキャラ人気っていうキャラのバランス、人気バランスってことで京子ちゃん僕は個人的に省いております。ってことで残るのがウサミンで、で僕がウサミンだったらすごく納得する点がございますと。ウサミンだとですね、ウサミン今回も総選挙かなり上位にいましたし、人気かなり人気キャラでございますと、というところでやっぱりキュートは、ウサミンじゃないかなというふうに思っております。工場も唯一限定で来てないので、限定からの工場今までずっとラッシュで、まあ、コーヒーだったり、チャマだったり来てるんですけれども、まあ、ウサミンだけ来てないので、まあ、ウサミンかなというふうに僕は、結構、まあ、高い確率で思っております。限定は。はい。フェス、キュートに関しては、はい。そんな感じでございます。キュートは僕は、ウサミンです。はい。で、クール行きましょうか。クールはですね、ノミネートがね、多いんですよ、本当に。まあ、まずノミネートから行ってきましょうか。かなで、アスカ。コウメちゃん、シュウコ、ハルナちゃん、ミュウさん。ミュウさん早いと思うんですけどね。まあ、ミュウさん。まあ、ノミネートっちゃノミネートですからね。
ですね、はい。あと、森久保ですかね。はい。あとは、限定から言うと、水木さんと、あと、アリスですね。かな多分、おそらく。って感じでございますと。はい。なんですけれども、まあ、僕、最初に言ったみゆさんと、森久保に関しては、ちょっと早すぎるんじゃないかなと思ってて、まだ工場として登場したものも、まあ、みゆさんは今若干早いんですけど、でもそれでもやっぱ早いんじゃない、他の子に比べたら早いんじゃないかなというところで、まあ、この二人は多分おそらくないと思っておりますと。で、まあ、前回なんですけど、前回はミカネと、楓さんが、限定からのフェス限来たと思うので、まあ、今回も2枠ぐらいは、限定から来るんじゃないかなと思ってて、まあ、その枠が僕はクールじゃないかなと思ってて、その時に、まあ、水木さんかアリスだったらどっちかなというふうに考えた時にアリスじゃないかなというふうに、僕は思いました。はい、まあ、アリスですね、ボイス総選挙っていうものがモバマスにございまして、結構前なんですけど、まあ、その時に初めて声がつき、なんかそのボイスつけたい子に、まあ、皆さん投票してて、見事ね流行る1位になって、声がつきましたという感じでね、アニメにも間に合いましたし、はい、という感じで、まあ、そういう意味で人気っていうところで言うと、アリスは納得がいく点があるから、アリスかなとは思うんですよね。まだ工場来てないしってところで。まあ、そうですね。まあ、それ以外の候補も正直クールに関してはあり得るので、クールに関しては僕は確信ついて、こう、絶対この子っていう子は、そのなんだろう、絶対この子来るよみたいな、さっきのうさみほどの確信はないんですけれども、まあ、僕の中の予想だと、まあ、アリスですね。そういう考察を得て、僕はアリスにしました。まあ、全然、かなでさんとかね、シュウコとか、まあ、この辺がありえそうなんだろうな、工場だったらとは思ってるんですけれども、まあ、怖いですね、ほんと。はい。という感じですね。じゃあ、パッション行きましょうか。パッションは、ノミネートですね。まあ、パッションも多いんだよな、ほんと。ユッキですね。ユッキ、リカ。あとは、ヨシノン、しずくちゃん、ユミちゃん、あやめどの、ゆっこ、シュガハ、かおりちゃん。ほとんどボイスついてますからね。という感じでございますが、省いて休校は、かおるちゃん、まだ追加されて間も、今月追加されたばっかなんで、さすがにないかなと。あやめどのもさすがにないかなと、思っております。まだ早いかなってところで。ゆっこもまだ早いと思うんですよね、まだ。下旬ですかね。今年後半に追加されたアイドルですからね、ほんと。はい。同じくそれでしずくさんも早いかなと。吉野も早い。ってことで、この上から選ぶのと、あとフェス限で言う、あ、じゃあ限定で言うと、あとは、あれですね。ミリアとタクミンですね。ミリアとタクミンですね。はい。が、候補の中に入っていくんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、僕はパッションは正直読めない部分あります。ちょっとパッションで遊んでくる傾向あるんでね。はい。全くわからないんですけれども。まあ僕の中では、まあ、ニナか、ユッキかな、もしくはミリア。あ、ミリアはないかなって思ってます。で、リカ省いた理由としては、リカは僕は限定だと思って、まあ、限定の考察もそうなんですけど、リカは限定かなと思ってて、リカちょうどその、お正月出せば、去年お正月、ミカだったんで、お正月と一緒に出せるじゃんっていうのと、CP のメンバーはさすがにないかなと思ってて、まあ、そのさっき言った、一番上で言った京子ちゃんがない理由とほぼほぼ被るんですけれども、まあ、CP をここのフェス限で出しちゃうと、まあ、ニュージェネはニュージェネでやっぱり看板キャラクターっていうところがあるじゃないですか、やっぱりね。アニメでも、まあ、言っちゃえば3人とも主人公みたいなポジションでしたから、まあ、そう考えていくと、まあ、CP のキャラクターはさすがにないんじゃないかなってところでミリアも省きました。はい。僕の中ではですよ。僕の中では。あくまでも僕、これ個人の考察なんでね。ご了承ください。はい。ってことは、ニナかユッキなんですよね。はい。まあ、人気キャラですね。ユッキに関しては、もう総選挙も、その、パッション順位、ベスト3入ってますから、第2回か第3回どっちかだったっけな、確か。うん。に入ってますから、僕がユッキかなと思ってます。人気順的に考えても、本当に、うん、かなと、思っております。はい。
まあ、パッションもいい、然と読めない。でも、候補の中でそれぐらいあるので、まあ、皆さんもね、ぜひ考えてみるのもありかなと思ってます。もう僕は完全に人気順で絞って、この子だろうなってところを、考えております。まあ、人気順に絞った理由は前回が、前回のね、幸子、楓さん、三金への共通点が、まあ、総選挙なりなんなりで、まあ、上位を取られてる、アイドル全員なので、まあ、そこを考えつつ、まあ、もちろんニュージェネももちろん人気を、毎回ほとんど取ってる、キャラクターなので、まあ、その辺を考慮して、まあ、選出しましたという感じでございます。はい。ってことで、僕の発言要素はなくなりましたが、以上でございます。はい。まあ、泣いても笑ってもね、28日には、まあ、おそらくフェスが、来ると思うので、もしフェスじゃなかったら多分限定復刻になってくると思うんですけど、ミリアとね。まあ、多分おそらくフェスは来ると思うんで、この時、フェスには、頑張って、僕も、言っちゃえば、まあ、ほぼほぼ僕の中では最後の合唱だと思ってるんで、その時が。まあ、もう、最後の合唱として頑張っていきたいなというふうに。思います。以上が、今回の、考察動画でございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。